かに治ったのですか？気のせいではないのですか？確かに診断したのだ。下半身が麻痺し全身に痙攣、今朝までは持たぬと親に告げた。今は痙攣もなく足も動いている。神経系にも異常はない。あの子は治ったのだ。あちらには顔にひどい腫瘍のある患者が。洞窟の水につけた途端見る間に腫瘍がなくなった。それでは奇跡が。奇跡は私の範疇ではない。君はどう思う？わかりません。しかしこの暗い場所に光があふれてきたようです。松葉杖のばあさんが走り出した。アーベマリア、アーベマリア、アーベマリア、アーベマリア。信仰とは何か。人を救うものなのか、それとも盲目にするものか。この驚くべき出来事を説明できるのは誰だ。ここへ来た群衆は医者に見放された人々。私にできることはない。この傷ついた人々、助けられるのは誰だ。科学を信じ生きてきた。神を忘れ、祈りを忘れ、奇跡に期待せず生きてきた。なぜ私にお店になるのか。昨日傷ついた人々のために、祈ろう泣いている子供のために、祈ろう病気が治るように、祈ろう魂が救われるように、祈ろう見放された人たちが癒され安らぐように、祈ろう奇跡を。